大阪市消防局は大阪市の消防部局。日本では東京消防庁に次ぐ規模で装備も人員も充実している。消防大学校にも講師を送り込んでいる。規模が大きいため、日頃から周辺市や兵庫県への出動はもちろん、大規模災害時には緊急消防援助隊として大阪府外や国際消防救助隊として日本国外へ派遣される場合もある。 阪神大震災でも活躍しており、活動記録は専門書として出版されている。2011年3月11日に発生した、三陸沖を震源とする東北地方太平洋沖地震に伴う東日本大震災にも、緊急消防援助隊大阪府隊として、四季支援隊は、もちろんのこと多数の消火、救助、救急部隊を発災日から被災地に派遣した。 近年は国際協力機構からの研修生も多数受け入れ世界中に日本式近代消防戦術を広める国際的にも重要な役割を担っている東住吉消防署のスモールタンク社安倍の消防署の4型救助工作車西消防署の3型救助工作車車両括弧は常備車と予備車の数消防ポンプ車救助車救助隊が運用する救助車と 特別救助隊及び、本部特別高度救助隊が運用する、救助工作者の2種類となっている。はしご車科学者、救援者、震災工作者、特殊者、救急車、救急車、その他の、消防車両行機能式支援車東海救助ユニットや、エアーテントなどの資機材搬送にも使用される。終停、航空機会ほか2014年4月1日まで、大阪市消防局には、 消防理員の教育を行う大阪市消防学校があった。消防体制強化と二重行政の解消、大阪消防庁構想のために2014年4月1日より大阪府立消防学校と統合。これにより大阪市を含めた大阪府前消防本部の初任化教育は大東市の府立消防学校が担い、旧大阪市消防学校は救急救命士、 救助研修等の高等専門教育を担う高度専門教育訓練センターとなった。大阪市消防局の特別救助隊は ARBRCRDR の4種の専門部隊に分かれている。通常は特別救助隊として他の救助隊と同様に近隣の災害に出場する。特殊災害機動部隊を効果的に運用する目的で2008年4月1日。 西方面隊に各救助隊を統括式する本局のコマンドレスキュー部隊である救助式支援隊が創設された。後の2014年4月に救助体制の強化のため救助式支援隊が大規模災害や特殊災害などに対応するために本局直轄の特別高度救助隊である本部特別高度救助隊となった。 大阪市消防局の特別高度救助隊は、消防局警防部警防課におかれ、2招待14名により編成されている。救助式支援隊が安全管理や、式支援活動を目的としていたのに対し、都市災害、水難救助、NBC 災害、航空救助など、ARBRCRDR すべての救助活動を目的とし直接救助活動を行う部隊であり、 大阪市全域の災害に出場するほか、各救助隊の指導や大規模災害時には、緊急消防援助隊大阪府隊の先遣隊として、被災入りし活動する役割を担う。同部隊の隊員は、他の救助隊員と見分けがつくようにヘルメットが、青色であることが特徴である。なお、本部特別高度救助隊が発足する前は、大規模災害や特殊災害の状況に応じて、 ARBRCR に、自民や機材を増強して、特殊災害機動部隊を編成し、大阪市の特別高度救助隊としていた。大阪市消防局では、住宅内事故の発生件数が多い行政区や、市内の外援部で救助隊の到着に時間を要する、地域に、通常、消火隊として運用している小型タンク車に、 救助活動に対応できるバスケット単価三連発祖等の資機材を積載し、住宅内事故に必要な知識及び技術を習得させた隊員で構成された住宅内事故に対応する小隊を平成29年10月から4隊、平成30年10月から4隊の軽8隊の運用を開始し、令和元年10月1日にはさらに4隊を増隊し、 全12体の運用を開始し、現場への到着時間の短縮や、活動の迅速性を高める等より一層の救助体制の強化を図ることが目的としている。大阪市消防局の高規格救急車の一例、大阪市消防局の感染防止イラスト、大阪市消防局では、消防局直轄救急隊一体及び25、消防署と25出張所に、 計6 4体の救急隊を配置している。全体救急救命士が所属する。また全体高規格救急車を運用している。2020年度内に5体を増体、増大計6 9体消防署には、最低1体は必ず配置され、署によっては第2救急隊や予備車が配置されている。また、救急隊のある出張所は、基本的に1体配置だが、 西成所街道出張所のみに対配置である。資機材は法令で定められた救急隊が備えるべき資機材を備えている。服装は法令通り救急服が被服であるが基本的にはその上に感染防止を着用する。感染防止は洗って再利用できるタイプである。体調は消防司令補がつくことが多い。隊員のうち最低一人は救急救命士である。 また女性隊員も多い。隊は3人編成である。隊名は以下の3パターンである。1、諸所に1体のみ、配置の場合、諸所名、救急隊。2.1つの諸所に2体配置されている場合、諸所名第一をは第に、救急隊。大阪県の中では最大の消防組織であることから、日頃から不可の周辺市及び、兵庫県山ヶ崎市にも出動。 または、応援を行っている。また、緊急消防援助隊や、国際消防救助隊としての活動実績も多い。以下、一例を挙げる。人口規模は、横浜市に劣るものの、消防団が設置されていないため、職員数は、横浜市消防局を上回る。阪神、淡路大震災大阪市消防活動記録大阪市、消防振興協会、スモーるルタンクの略。 消防車のいろいろ救助者救助工作者3型、救助工作者4型買っては、2型も配備されていたが、現在は全社員退済みである。梅田出張所では、大型はしご車15メートル級はしご車、本社と段階的に小型化した。平成24年消防年報の警防機械の現況を最後に記載がない。救急 ER24 時。 イカロス出版2006年 ISBN48 億7149万87949兆7848億7149万8791以前は、後部も含め真っ白な車体であったが、後続車の視認性向上のため、後部には入れられるようになった。また全体に反射テープが貼られており、夜間の視認性などに問題はない。 所在地は、市外の東大阪市三島にの後の43。消防学校の機能統合概要書認可教育、府に一元化、大阪 MSN3K ニュース、救助規定運用要項第14号、平野特別救助隊大阪市市政大阪市、消防局救助規定 H25 年大阪市、救急年報救急体制の現況この花、港、大正天皇寺、 西淀川、東成、朝日各所は本所のみ配置、水上所は出張所がない。AB 消防組織法 e g 部法令検索、大阪市消防局北消防署マスコット名ちゃん、北名ちゃん。名ちゃんオンツイッター。ツイッターより2016年1月22日閲覧。H24 年大阪市救急年防救急隊、配置状況緊急消防援助隊の主な。 活動状況緊急消防援助隊の出動事例過去の国際緊急援助活動実績オリジナルキャラクター大阪市消防局セーバー未来誕生大阪市トミカ、大阪市消防局セーバー未来の活動状況大阪市センターの概要大阪市立安倍の防災センター ABC ウェブニズ大阪消防士無免許で救急車運転 ABC テレビ 2017年11月11日閲覧大阪市23歳の消防士が大麻懲戒面旅先の沖縄で使用1年前から産経新聞2018.22611時10分2020年8月12日閲覧報道発表資料消防局職員の懲戒処分について大阪市消防局企画部企画課 2020年8月12日閲覧。大阪市職員、酒気帯び運転疑いで赤切符停職9ヶ月。産経新聞2018.8。3111時50分。2020年8月12日、閲覧。大阪市消防局職員を逮捕イコールタクシーで、強盗致傷容疑、不軽。時事通信2019年10月29日12時17分。 2020年8月12日へ閲覧。報道発表資料消防局職員の懲戒処分について、大阪市消防局企画部企画課。2020年8月12日へ閲覧。報道発表資料消防局職員の懲戒処分について、大阪市消防局企画部企画課。2020年8月12日へ閲覧。大阪市全員の雨がっぱで、 うっかり市場例違反か大量保管。消防に無届け。毎日新聞。https コロンスラッシュスラッシュ mainichi.jp スラッシュアーティクルズスラッシュ20200625スラッシュ k00 スラッシュ 00m スラッシュ040スラッシュ 206000c2020 年6月26日閲覧。大阪市役所の雨がっぱ保管。 条例違反の恐れ消防が指導。朝日新聞デジタル、https、w w w a s a h i c o m articles、asn6v6gvln6betal 01zhtml2020 年6月27日、閲覧。ありがとうございます。